君2勝目、大竹太郎投手です。そうですね、ビジターゲームが、3試合だったので、やっぱり甲子園の素晴らしさを感じました。前回登板と同じ中日戦でのマウンドとなりましたが、今日はどのような思いでマウンドに上がってきましたか。前回は悔しい内容になって、チームにも迷惑をかけてしまったので、もう早いうちにやり返すというか、そういう気持ちで楽しい楽しい。コーチ、初めての長いミックスのマウンドにも上がりましたが、今日全体的にはどのようなピッチングとご自身振り返りますか。やはり2回で2点取られてしまってから、監督さんにもっと遊んで投げろというふうに言われて、ちょっと、緩急が出てる、そういうピッチングになってしまっていたので、その辺は意識して、もうちょっと遊び心を持って、点差も打者の皆さんがたくさん取ってくださったので、楽に投げることができました。打者の皆さんが2回目を取ってくれたというお話がありましたが、ご自身も2回、ノーアウト満塁で、おそらく打者の方でも難しい満塁での最初のバッターになりましたが、どのようなことを考えていたんですか。ベンチからすごい競争で打てっていう顔で視聴者の皆さんに見ていただいたので、これはもう絶対ヒット打ってやろうと思って、ほぼピッチャーコーチでしたね。いい形だったと思います。ベンチから見てもアクトを使って結果をヒットで出しました。ベンチには何かメッセージを送りましたか。一応悪い当たりでしたけどヒットだったので、ガッツポーズをしました。改めまして、大竹投手がマウンドに当たっている間にも2桁得点を援護してくれました。打者のみんなのこの頑張りというのは、大勇気が作られたんじゃないですか。そうですね、自分自身あまり状態が上がらない中で、こうやって助けていただいた試合だと今日は思うので、今後は自分がなかなか点が取れない試合でも、逆に助けていけるような、そういう立ち直していけるように、もっと頑張っていきたいと思います。これで今シーズン初めてのチームは5連勝そして今シーズン初めてのチームの貯金が2つとなりました。大竹投手から各ファンの皆さんにまずメッセージを送ってください。やはりこの甲子園に帰ってきてから素晴らしい雰囲気の中でみんないい力を出せていると思うので、引き続き、大きなご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。真ん中で出ているところもあるので、なんとか頑
頑張りたいなっていうのがあるので、はい、また明日頑張りたいと思います。では小島さん、やはり同じく今シーズンこれで初の5連勝でチームが貯金2つになって、そして今日は巨人が先に負けました、阪神が勝ちました、イエーイ、明日も頑張ります。